いやこれ当主ですよあんたとかさやあの議員さんに言うてるんですからそんな関係ないないちょっと言おうやみたいなそんなノリでしょでしたね。あれ酒飲んでやってたのかな真面目には思えなかったんですよそそそううう。ちょっとなんか茶化してみたりとかねかの政党茶化したりとかしてましたけど盛りかけ問題時間取り過ぎましたとか言うてさあれまだ何の決着もついてないんですよ正直な話。 それをこう、なんか謝りますみたいなこと言うてね、うん、完璧にあの軍門に下ったみたいな言い方するじゃないですか。うん、で、憲法論議とかなるから、なんか一本釣りされてるのかなと思って。うん、ね、ね、なんか、あれでしょ安倍さんと会うことも決定して、うん、みたいな。はい、ね、なか、だからそ物を言いに行く感じじゃなさそうな感じですもんね。軍門に下ったっていう感じでしょ、うんうん、なんか、こう、大体、その、アメリカとかのね。 あの人たちのやり取りとか見てたりとか、うんまあ、例えば WWE の超アメリカ的な、はい、あのプロレスを見たりすると軍門に下る時にるるはね相手のケツをなめんかこう大体アメリカとかのねあの人たちのやり取りとか見てたりとか、うんまあ、例えば WWE の超アメリカ的な、はい、あのプロレスを見たりすると群門に下る時にはね、はい、相手のケツをなめるってなるんですよ。はい <laughs> そんな感じで、はい、安倍さんのケツを舐めに行くようなものではないんでしょうか。<laughs> <ー>ケツケツケツ、本当に舐めるのケツを ケツはいいね。ケツは、いい。